皆さんこんばんは。水沢美香の那覇トムジークへようこそ。ご存知でない方もいらっしゃると思うので、まずは自己紹介をいたします。私、水沢美香は作家で YouTuber です。2016年に侍モーツァルトとマイケル・ジャクソンという小説を出版しました。そして去年2019年の10月21日にメインチャンネルの水沢美香チャンネルで初めて動画配信をしました。約5ヶ月経って、おかげさまでチャンネル登録者数が1万人を超えたので、この機会にこちらのチャンネルも立ち上げることにしました。メインチャンネルの水沢美香チャンネルの方では主に政治の話題を取り扱っているんですけれども、当然一人の人間、女ですから、普段いつでも政治のことを考えたり勉強したりとか語ったりしているわけではないんです。なのでこのチャンネルでは政治とは離れたところで、普段私がどんなことをしたりどんなことを考えたりしているかっていうことを紹介しながら、皆様と共にいろいろなことを考えたり感じたりできる時間を作れたらいいなと思っています。チャンネル名の水沢美香の那覇トムジークですけれども、これは気づいた方いらっしゃると思いますが、モーツァルトのアイネ・クライネ・那覇トムジークという曲からつけました。アイネ、一つの、クライネ、小さな、那覇と、夜、ムジーク、音楽ですよね。日本語では小夜曲とも言われています。基本的に私、このチャンネルの配信を夜にしたいと思っています。ですから那覇と、そして小説の題材にもしたくらい、私はモーツァルトとマイケル・ジャクソンが大好きです。自分自身も子供の頃から高校生までエレクトーンを習っていて、もういろんなジャンルの曲を聴いたり弾いたりしていたので、音楽が大好きなので、ムジークということでこのチャンネル名を決めました。必然的に音楽の話題は多くなると思うんですけれども、私結構多趣味で、読書、映画鑑賞、ミュージカル見たりするのも好きですし、あと絵画の鑑賞も大好きです。それから料理、これ好きなんですよ。もう人生にどれだけ多くの時間を費やしてきたかっていうぐらい料理しましたね。ですから料理の話題も時々はすると思います。あとはスポーツの話題ですね。子供の頃から比較的体育会系の人間でした。比較的っていうのは、基本的に運動大好きだったんですけれども、体が硬かったんですよ。それで器械体操が苦手で、マットとか平均台とか本当できなかったんですけれども、その代わり足は速くて球技も得意でした。小学校の頃はバレーボール、中学になったらバスケットボール、高校生の時には硬式テニスをしました。その影響で大人になっても時々硬式テニスはしています。そんな感じでスポーツは自分がするのも好きですし、見るのも好きなので、時には話題にあげると思います。今日は記念すべき第1回目なので、私が人生で結構大事だなと思っているツインソウルのことをお話しいたします。小説を書くにあたって、約5年間モーツァルトのこととマイケル・ジャクソンのことをいろいろ調べて、本はもう100冊ぐらいは読んだんですけれども、あとウィーンやプラハなど取材旅行にも行ったりしましたが、その中でモーツァルトとマイケルがヤコブ・ベーメという哲学者に影響を受けて生きていたんじゃないかなということに気がつきました。これは構成の都合上小説には書けなかったことなんですけれども、マイケル・ジャクソンが若い頃に自分がこうサインをするときに、サインの横に1998という謎の文字を書いていて、それは一体何だったのかっていうことを突き詰めていったときに、そのヤコブ・ベーメという哲学者にたどり着き、そしてモーツァルトの方も、なんとこれは世に知られていないことで私が発見したことだと思うんですけれども、
戦場への出陣の歌ケッヘル552という、この誰がね作詞したのかわからない、その作詞者が不明なものに曲をつけていたんですけど、それがヤコブ・ベーメの詩にそっくりだったんです。まあ、偶然マイケルからモーツァルトのことが分かったわけなんですけれども、そのヤコブ・ベーメです。ドイツ観念論の代表者と言われる有名なヘーゲルでさえ、ベーメのことをドイツ最初の哲学者と崇めていたというふうに言われています。ベーメは聖書におけるアダムとイブのアダムなんですが、そのアダムを神にも匹敵する思考の存在だと考えていました。で、もともとは完全な統一体だったそのアダムから男性の魂と女性の魂が分かれてしまったために、人間っていうのは、人は誰でもペアの異性の魂をこう探し求める宿命を背負ったっていうふうに考えていたんです。どんな人間にもこの世に一人必ず異性のツインソウルがいるはずだってベーメは考えて、自分のことを心からこう愛してくれる異性と出会いたいっていうふうに願う気持ちは、引き裂かれた自分の魂がもう一つの自分の魂と出会いたいっていうわけなので、元の一つの形になりたいっていうことだから、ごく自然な当たり前のことなんだというふうに考えていました。それでここからがすごいんですけど、そのこの世に存在する唯一無二の自分にとってのツインソウルを見つけて、自分自身を愛するようにその人の魂を愛して、その魂からも愛されて、2つの魂が力を合わせることで、人は初めて心の平安を得られて本来の能力を発揮することができるっていうのが、ベーメが考えた哲学だったんですよ。これちょっとね、私ねやばいなって思うのは、そのツインソウルが見つけられないと自分の本来の、能力が発揮されないっていうこととも言えるわけなんですよね。なので、できたら見つかった方がいいですよね。どうでしょうか、皆さんは見つかっていますか、ツインソウル。このツインソウルっていうのは何も夫婦とか恋人である必要はないんだと思います。例えば親子とか兄弟とかいとこ同士とか友達同士とか、そんな風に影響し合っている男女ならツインソウルになりうるんじゃないんでしょうか。当然モーツァルトとマイケルは大勢の人に、もう世界中の人に影響を与えた真の芸術家ですから、自分の能力を最大限に発揮したいと思っていたでしょうし、ツインソウルにはこだわっていたと思います。それでマイケル・ジャクソンのツインソウルは、この自称マイケル・ジャクソン研究家の私水沢美香が調べてたどり着いた相手はダイアナ・ロスでした。あくまでも私の考えなんですけれども、マイケル自身がダイアナのことを、子供の頃から憧れてて、彼女のことは、時には母であり姉であり恋人であり、もう驚くべき存在だみたいなことを言っていて、彼女の方が彼よりも15歳年上なんですけれども、実際に私生活でもこう付き合ったり別れたり付き合ったり別れたり繰り返したりして、マイケルのパフォーマンスにはやっぱりダイアナの影響がすごくありますし、他の方からもいっぱい影響を受けて、いろんな人からいいところを学んだりしてるんですけども、実際彼女のことは、良くも悪くも楽曲にね、いろんな形で取り入れたりもしていました。女性の方が男性よりもかなり年上っていうと、神話にもありましたよね。例えばワーグナーが作曲したニーベルンゲンの指輪のジークフリートとブリュンヒルデもその一例ですよね。マイケルクラスのこうああいう芸術家の人たちっていうのは、あんまりこう年齢とかそんなこだわらない人多いですよね。人間対人間っていうので魂レベルで付き合ってるっていうか、こう実際マイケル・ジャクソンなんか自分のこと
もう永遠の少年みたいな感覚でね生きてたみたいですし、それからあとモーツァルトなんですけれども、彼のツインソウルに関してはちょっと私語ると止まらなくなっちゃうので今日はやめておきますけれども、ツインソウルを題材にした素晴らしいドイツ語オペラマテキをモーツァルトは作曲しています。その中で私が大好きな曲があって、それが女と男の二重唱っていうのなんですけど もう曲もいいんですけど、もう歌詞もとっても素敵です。愛があるから毎日が正気にあふれているんだ、愛は自然の隅々にまで血を通わせているんだ、女と男は手を携えて崇高な神の世界へと歩んでいくんだって、そういうね素敵な曲です。皆さんもぜひいつか機会があったら聞いてみてください。はい、今日のお話はここまでです。もしよければチャンネル登録やいいねボタンなどお願いいたします。それでは皆さん、おやすみなさい。